おはようございます。今紹介を受けました須崎明重です。須崎は濁らないのが正しい言い方昨日一緒に歩きまして、一番印象に残っているのは山の空気です。1回目に5月に登った時も前々日ぐらいまで雨が降ってて、で今回も前日までずっと雨が降ってて、同じ条件で登ったのですが、前回5月に登った時の山の空気は実にしっとりとしてました。木から出てくるその水気に体が包まれるような感じというのが5月にはあります。今回は同じように雨が降ってもそういうふうに水に包まれるというような感じはなかった。でやっぱり山を知るには季節季節に応じてやっぱりちゃんと見に行かなくちゃいけないよという話を聞いて、一回見て分かったつもりになっているかというようなことを改めて実感をしたということです。やっぱり続けて観察することの大切さ、季節に応じて山の感じを感じ取るということの大切さというのを教わった気がしました。もう一つはやっぱり水の色、ダムの水の色、川の水の色、特にダムの水の色の変化、まだできて間もないダムにもかかわらずこんなに色が変わるものなのかというふうなことで、水の流れを断ち切ったときにやっぱり大変なことが起こるっていうのが、そんなに急激に変化が起こるもんじゃないと思いつつも、もうすでに見た目からだけやっぱ変わってるっていうふうなことを感じました。それが私たちの生活にどんなふうに影響を与えていくのか、しっかり観察を続け勉強をし続けていかなくちゃいけないというふうに思っています。今日はお二人の方からお話をお聞きしますけれども、それを参考にして私たちの自然との関わり、人間と自然との関わり、人間と人間との関わり、そういうようなところを考える機会になればなというふうに思っています。最後に一つ紹介をさせていただきたいと思いますが、僕の友達がこのいちご人参という雑誌を出しています。でその中に、見開き2ページで、第1回目の観察会の記事をその友人が前回も参加してくれて書いてくれています。表の方に何冊か本持ってきて置いています。定価1200円のところを1000円で販売させてもらっておりますので、どうぞ興味のある方お買い求めいただけると嬉しいです。では今日本当あと午前中だけですけれども有意義な会になるといいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは